女が世界の頂点に立ったことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。ソチオリンピック金メダリスト、ロシアのアデリナ・ソトニコワです。今シーズンのショートプログラム、ラティーナ。振り付けは四大陸選手権アイスダンスチャンピオンで、現在は振付師のピーター・チェルニジェフ。感情表現がポイントと話しています。トリプルルッツ。テンポが変わってきましたけれども、まあ、今まで自分が滑っていたものとは違った、これは楽しいプログラムなんですという話もしていました、ね、やはりオリンピック金メダリストとして見られているわけですからね。そのプレッシャーと期待に応えたいということで、より幅を自分の幅を広げていろんなジャンプに挑戦してきていますね。柔らかいですね。ねえ。